はいどうもおはようございます3月13日月曜日でございます始まりました11週目ですね今週はどういう風になっていくのかをちょっと1週間をね占っていこうかと思いますもちろん1週間を正確に占うことなんてできませんので大体いいこういう風に月曜日火曜日は過ごしていけばいいんじゃないかなってことが概ねのお話になってきます、まあ、ですんでね、えー、この相場解説はあ3月13日の朝に開放するんですけども次の相場解説 特に FX オリガルヒの皆様は、まあ、しっかりとね、相場を俯瞰した後で追加放送になりますので、13日月曜日の午後ぐらいになるかなと思ってくださいね。えー、そしてですね、FX のお速可軸の相場解説をご覧の皆様は、 細かい解説がついてもありませんので、まあよろしかったらね、FX オリガルヒのご参加もご検討ください。やっぱりね、力をつけるためには、うん、時間を傾けることと、意識を傾けることと、やっぱそれなりに自己投資ね、費用もかかりますんで、そういったことを考えて FX の力をしっかりと身につけていただければと思います。さあ、それでね、この、今、週足になってます。週が変わりましたので、週足を見るんですけども、 ずっとですね、右肩上がりで来ていたわけなんですよ。で、えー、順調に、これが、あ、円安の方向にね、うん、要するに上昇圧力を積み上げてきたわけなんですけども、先週金曜日ギリギリの材料発表、米国雇用調整によってガクーンと下の方に引き下げられちゃいました。上引きが出てるでしょ。だからここまでは上昇を向けてたわけですよ。もうすぐ138円が安定するかなっていうところから、 ドカーンとね、引き下げられちゃったのが、この、陰線に出ている上髭です。で、その後、FRB の議長がですね、パウエル議長が、これ、利上げをせにはいけんかもしれないな、みたいなこと言ったもんだから、ダブルパンチでさらにね、えー、円高が加速したということになります。その後、米投資銀行の倒産、破綻のニュースがやってきまして、 これがね、結構ね、全米でもね、トップ20ぐらいに入る新興銀行だったんですよ。で、えー、預金者からお金を集めて、それを債券とか証券に変えてますんで、現金がショートしてる時に、えー、そのお、今のね、えー、円高に触れたこの勢いによって、預金者の、あの、金利がだいぶ目減りしたわけですよね。で、取り付騒ぎみたいになっちゃって、お金を引き出す人が殺到したんですけども、その銀行に、 もうすでに現金がなくてですね債権証券を交換するのが間に合わなくて取り性騒ぎってことになっちゃったわけですよ、まあ、これによって現金回収できなかった投資家さんっていうのは、まあ、結構な痛手を被ったりとか不安が不安を呼んでね、えー、さらなる信用不安になって、えー、関連企業とかが、まあ、倒産とまでいかないですけどもね結構苦しい状態にあってるのかな要するにこういったところから経済っていうのはあの連鎖してね縮小していくわけなんですよね まあそういったことがありますんで、ちょっと今週はですね、混乱から始まるかなっていうところです。ですんで、普段以上に月曜日を慎重に見ていかないと、場合によっては火曜日のね、午前中までもシビアに見ていかないと、判断がつかないことになってきます。まあもちろんね、上、あの、この上昇圧力はあるんでしょうけども、今回のことによって上昇圧力が下落圧力にね、スって変わるかもしれないんですよ。うん、その部分もありますんで、 今日日日月曜日はししっかかりとと観察する日にした方がいいかなと思いな思ますまだ方向性がだから全く分かりませんねこれはねまあ普段私もね月曜日から勝負するんですけども今回はポジション持たずにいこうかと思うところがこの週足から見えるところですじゃあデイリーの方に移っていきますだから今週は本当にね月曜日の備え方難しいですよはい上昇トレンドがずっとあったわけじゃないですかでも結局材料によってこういうふうな大きなね 陰線が二つ連続して、しかも上髭下髭が出てますからね、これ。実体がここにあって、だいたい上髭が三分の一、実体三分の一、で、下髭が三分の一ってことなんで、どこにでも向かいますよってサインですよね、これはね。で、同じような、あの、陰線でも、下髭が出てる陰線とね、上髭が出てる陰線と、それから上髭下髭が出てるけども、 反対側のヒゲに比べてちっちゃいってことならわかるんですよ。でもこれは今回のはほぼ同等でしょ、うん、これはだから判断がどっちにも向かいますよってことなんですよ。こういう形のヒゲ付きの実体ってのはね。均等に3分の1ずつなんですよ。だからどっちの方向にも向かいますよってことですよ。下下げ圧力もあるし上上げ圧力もあるし実体は強く横ばいだしって感じでね。混乱しますよこれは。 うん、その混乱から始まっていくってことをよく意識していきましょう、まあ、ですので経験に、えー、経験に、えー、結論は出ないってことですよねで3つのプライスがありますねずっと前から使ってるやつですけどもこれも一旦ここに食い込んで中に収まってるわけですよねですぐにこちらの上の方に行くうそういうふうな雰囲気は見られないかなってところでおそらくですけども真ん中を やっぱり行き来するんじゃないかなっていうところで1時間を見ていきますはいこんな感じですよね、えー、だから材料でガクーンと下がったものが引き戻されて今この真ん中のプライスに戻ってきたってところじゃないかなと思うんですよでこのまんま半年戻しで終わればまだしも前年戻しになっちゃうとまたねこちらのフェーズで値動きがあるってことになりますし今度これがですね、えー 買買わわれれれたもののが買われすぎっっててここことととにににななる今度ち方触いくりま例えばそうなると別のフェーズでまた価格帯を考えないといけないってことになります。ですね。本日はですねこのレンジを軽く見ながらこのレンジを上に抜けたり下に抜けたりしないかなってことを見ながらで化上げが落ち着くところを、まあ、狙っていくっていうところですね。 どちらにしても玉を立てるっていう発想はないんですけどもどこら辺に値動きが返っていくのかっていうところを月曜日の午前中しっかりかけて見ていくってことになります、まあ、荒波がね収まるまで様子を見ましょうってことですよねはいまあこんなところですかね、はいえー、と大きな材料で先週終わりましたんでその余波が今週にも続いてるってことです また朝6時とか7時ぐらいになりますとね、相場が始まって、まあ、9時ぐらいかな、9時ぐらいに顕著になると思いますけども、窓が開くんじゃないかどうかっていうところも一点見とかないといけないところかなというところで、今回は以上です。それではまた、FX 売り買いの皆様は追加放送をお待ちください。